時の流れとは奇妙なものだ。カルナカを何十年も前に去った時はダンウォールで何が起こるのか楽しみだった。ジェサミンと恋に落ちて彼女が女王になるのを見た。そしてエミリーが生まれ、ネズミの疫病が起こり、ジェサミンを失って政権交代があった。そして今度は生まれた町でこんなことが起こっている。スティルトンの家には秘密が隠されている。そのベールを一つ一つ剥がしてデリラの悪行の謎を解き明かし、あの女を捕らえる。何もないところから苦労して身を立ててきたかもしれないが、暴君と魔女に対する同情心などとっくに消え失せた。今はただデリラの知性を終わらせ、エミリーの安全を確保したい。かつてそうしたように。あれはスティルトン。しろ、キルトを温めてくれないか。3年前、アラミス・スティルトンの中で何かが安物の鍵のようにポッキリと折れた。彼の一部とこの家がその夜に置き去りにされたまま、公爵の取り巻きはまだここに集まって計画を行動に移そうとしている。デリラの計画だ。そしてアラミス・スティルトンの一部はずっとここだ。壊れたままでな。虚無は正確には場所ではない。お前が想像もできないほど奇妙で古いものだ。虚無は中から見ている。そしてスティルトンの家の中でデリラによって残された悪意を通して少しずつ外へ漏れ出てきている。ここでは魔法さえ歪んでいる。物事がそうなるべきようには運ばない。受け取れ。こいつは時計のようなものだと思ってくれ。さあ、公爵とデリラを見張りに行くんだ。彼らの所業を確かめろ。今夜は冷えそうな気がする。ご希望だけど暗証番号がわからないので中に入れないわ。ドアに書き置きがあります。え、また外出中ね。とにかく暗証番号がいるの。彼が持ち歩いてるノートに書いてます。ありがとう。はっきり言ってスティルトンの客は嫌いなのよ。さっきあの王立官庁に叱られたのよ。名前は何だったかしら。スティルトンは趣味が良かったんだ。気が狂ってしまう前。ミスター・スティルトンが飲食器一式を配ったわ。鉱山労働者やその家族は彼にどれだけ助けられてるか。
私は彼らの尽きない不平どころじゃなく十分忙しいんだ。ルカの行いがどうこそ日が来るだろう。あのノートに暗証番号が書かれている。手を許してくれ。今はこの立場を手放したくない。マジマジの焦点で集中して起きたみたいだ。誰かいないか。全体を探すなんて無理だ。そんな時間はない。事態は最悪だ。どういうわけか二つの時間が重なっている。我が家へようこそ。早く終わらせてしまおう。これから試そうとしていることは誰もやったことがないことよ。私の理解を超えているし、あなたたちも理解できない。疑念を持つ者がいれば今すぐ拭い去りなさい。これは論理では理解できない。境界線があやふやになり、自然哲学を超越して何か別のものが現れてくる。感じるぞ。行かれちまいそうだ。聞けば聞くほど浅はかなことに思えてくる。なぜ死者と話をする必要があるんだ。デリラが本当に殺された、あるいはこの世から追放されたのだとしたら、正気を失っていたらどうする。デリラの力は強くなっている。アベール公爵と共にデリラの声を聞いたの。さあ位置につきなさい。この世の裏に隠れている虚無に意識を集中しなさい。力を感じるでしょう。これはすごい。今までに体験したどんな死にクリーンよりも興奮する。待て、待ってくれ。やっぱりバカ者。戻ってきたわ、この場所に。冷たい世界から、永遠から。なんてことだ、うまくいったようだ。これで私の魂は安全よ、この中でね。ルカ、それをどこかにしまっておきなさい。まだ中が見える。石のようになっていた。黒き目の者によって再び形作られ、印をつけられていた。哀れなアラミス、父との絆があるがゆえに面倒を見ているに過ぎない。待ちなさい。隠れていても正体は分かっているわ。いつから来たかもね。私の帰還を見に来たんでしょう。いつの日かこちらから訪ねるわ。この世を超越した虚無なんて計り知れない。きっと一生理解できない。この世の裏に隠れている虚無に意識を集中しなさい。
さなくちゃならない。少し考えよう。ソコロフかミーガンと話をすれば助けになる。スレスレで崩壊しつつある島だが、この島は特別だ。私が目で書き切られた場所、4000年前のことだ。ここで私の命は尽き、そしてまた再生した。私が作られた場所だ。虚無のこの場所はより昔に感じる。私は最後まで脱出を諦める気はなかった。必死で縄と戦ったが、結局疲れてしまった。するとナイフの喉に触れ、時間切れだったことに気づいた。喉から血が流れ出て、私は神になった。デリラの秘密は分かったが、彼女の時代は終わり、永遠に虚無を漂い続けるはずだった。だがその意志と狡猾さは誰も及ばない。彼女はここを見つけた。私が私となった虚無のこの島が、それをきっかけに虚無から脱出する方法まで見つけた。ここの力を利用してな。デリラは今私の一部だ。だが好ましくはない。デリラは大したものだ。彼女は己の一部を引き離して、それを骨の入れ物に隠した。死を免れるために。デリラを殺したいのなら、彼女の魂を探し出して元に戻すんだ。融資はたやすくはないだろう。だがその後にこそ最も困難な試練が待っているかもしれない。世界は秘密でいっぱいだ。ボートに戻ろう。ソコロフが待っているはずだ。待て、向こうを調べてくる。奇妙で厳しい世の中だ。警戒しなくてもいい。
自分は何者なんだ。あの音測れることのないストッキングみたいなものだ。無意味だ。無よりひどい。おや？王者は当然の報いを受けることになるだろう。出発準備はできているか？砂ぼこりで喉がひどいんだ。ああ、パオロとバーンに近づく方法を見つけた。スティルトンの家にも行った。さあ行こう。